ガチュウが頭にパイナップルの形をしたメガネを乗せ果物のバッグを持っておしゃれに登場みんなに挨拶をしています全台湾のポケモンマスターたちが待ちわびていた台湾初のポケモンセンターがオープンしましたストップそしたらここまでですここからは入れませんという通路は人でいっぱいです 一番乗りは前日の夜9時半に並んだそうです来た時にはすでに多くの人が待っていたがみんなどこから並び始めたらいいのか分からなかったので自分たちがそこから並び始めたらみんなも並び始めたポケモンのカードゲームをしながら夜を明かす人の姿もただ中には運が悪かった人も明日は6時半に並ぶ遅いよ遅い明け方から並ぶ 台湾発のポケモンセンターは台北市新宿区の A11 にオープンしかも世界で2番目の海外店舗ですポケモンセンター全体は空と海をイメージしていて台湾独特の島の風情を表現入り口の大きなキャラクターは台湾を代表するポケモン海竜ですこれから私たち台湾も海外の困っている人たちを喜んでサポートしていくポケモンのキャラクターが果物を抱えているのは台湾の豊富な果物を象徴 台湾のヨイチをイメージした台湾限定のイージーカードもあります全台湾のポケモンマスター集合これまでとは異なるスターの追っかけブームが巻き起こります <music>